こんなん好き。どうもクロちゃんです。クロ先輩です。メタルさん2人が音楽中心にスケボーについて語っていくチャンネル、コチューブ、イエイ。今回は時代を塗り替える名盤、ナッシングノーウェア、ボイドエターナル、ディスクレビューです。ちょっとリリースからだいぶ時間経っちゃったんですけど、まあ素晴らしい名盤だったんで、サクッとディスクレビューやっていきたいと思います。はい、ではまずはじめにナッシングノーウェア、どんなアーティストなのか簡単に紹介します。ジャンルはエモラップ、ポップパンク、オルタナなど様々なジャンルをベースに、まあ、というか、まあ、ベースにはしてるけど、まあ、ベース土台がかき消されるレベルで、まあ、ミックスされたねニュージャンルかなっていう感じですね。メタルヘビーミュージックと近からず遠からずの音楽性で、特に今作は0年代から10年代のポストハードコア、スクリーモ、ニューメタルあたりが好きな人にはぜひ聴いてほしい作品ですね。一人でできるモンスタイルの DIY ニキことジョー・マルヘリンによるソロプロジェクト、それがナッシング・ノーウェアです。まあ、前作トラウマファクトリーはツリーハウスみたいなところにこもってレックしてるのが YouTube で見れます。現在30歳なので完全に僕らと同世代ですね。はい、では1曲目から、アンサイティですね。イントロからして最高だなと思っていて、なんかバーデン・オブ・デイラ編を思い出したよね。うん、で2曲目がトラジェディですね。神曲ですね。まあ、疾走感、叙情感、まあ、スーパーキャッチですね。まさにあの頃の王道スクリーモって感じですね。まずシンコペしてるのもそうだし、まあ、コードとコードの間にリフがあるのはズリーっすよね。オシン的なピッキングハーモニクスもあって、リー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 があってセオシンね。まあ、あと8ビット系のマヌケな電子音とかね、まあ、これはちょっとあのウィーケームとかあの辺を彷彿とさせるよね。ウィル・ラモスの無駄遣いですね、特筆すべきは。でというかね、あのハードコアなえぐみの少ないミドルスクリームもねできるし、かっこいいんだなっていう。まあ、あくまでロナションに比べたらえぐみが少ないっていう話だけど、どこのメタルコアのボーカルだと思ったらロナションのオイルでしたっていう感じでした。続いてがサイコ再買取ですね。ドニューメタルな曲かなと思ってますね。テレテレテレこのイントロのダサさよ。あ、ちなみに褒めてますけど。で、サビの泣きがズリーっすね。まあ、これがまあ、フォーザホリンドリムス的な感じで。で、続いてが、クローマキラーかな。デフトーンズ的な倦怠感と浮遊感のある曲になってます。まあ、デフトーンズ的な感じはちょっとあるんですけど、やっぱり新しいんですよね。うん、まあ、あと、オルタナっちゃオルタナではあるんだけど、ニュージャンル感ありますね。うん、続いて、スーサイドパクトですね。まあ、これはね、僕は叙情系リンキンパークだと思ってますね。わかります。で、続いてが、サースト・フォー・バイオレンスですね。イントロはしっかりトラック系の、まあ、ヒップホップっていうか、そういう曲かなと思いきや、全然すぐバンドサウンドになって。うん。悪い系トラップビートだよね。で、最近のシルスタの音楽性をね、めっちゃ良くした感じって感じだよね。続いて、サイナイドですね。これは新たなグッバイソングですね。グッバイグッバイに続く。グッバイに続く、ね。まあ、それはブロードウェイですけど。やはりね、サビ裏のものがね、いいっすよね。で、続いてが10曲目。ミザリーシンドロームですね。これも僕は神曲だと思ってますね。まあ、後半の曲展開めちゃくちゃいいっす。で、続いて11曲目。ベノムですね。まあ、アーロンもスペンサーもしっかりいて。うん、フィート&オースだからね。後半から無敵ボーナスタイムが来ます。で、最後。メモリーフラクチャーですね。これも神曲です。泣きまくりっす。でも、サビ明けのコード感なんですよね。わかりすぎてる。たまらんっていう。はい、では一番好きだった曲、まあ、僕はもうトラジェディーですね。あ、一緒です、うん、もうこれはもうね、トラジェディーですよ。ザ・王道。参考点数あえて言ってきますか。ナッシング・ノーウェア、ボイド・エターナル、何点でした？僕は93点ですね。まあ、全体的に言えることは、まあ、ずるいアルバムだなっていう印象ですね。いい意味でね。うん、なんかね、真新しいというかね、そういう感じじゃなくてね、まあ、ここ20年くらいのコア寄りなヘビーミュージックのいいところとか好きなものを全部混ぜてヒップホップ寄りに落とし込んじゃいました、みんな好きでしょっていう一枚だと思ってて、要素の混ぜ方が異常にうまいですね。まあ、リフなんかはね、これよく聞くやつなんですよ。まあ、ああ、あるあるって感じなんですけど、まあ、音質のバランスとか、まあ、もともとあったね、このチルい雰囲気と混ざり具合とか、すべて含めて、まあ、めちゃくちゃいいって感じですね。なんかありそうでなかったところというか、まあ、ああ、そう来るかって感じとか、まあ、うわ、やられたなって感じはすごい感じる一枚ですね。で、全然リンキンパークっぽくはないけど、このね、なんか、いいとこ取りのしてやられた感が2020年代のリンキンパークって感じですね。まあ、曲の練り方とか、うん、そのエリートっぽさっていうか、そうそうそう、もう正統派でみんな好きでしょ感がね、
であとちょっとあの鬱っぽいっていうところもちょっと隣近感はあるよね。音楽性自体は似てないですけど、ね、うん、でね、フューチャリングのアーティストも分かりすぎてるんですよね。みんな大好き系のアーティスト呼びすぎっていうね、ヒーローなんだよね。そう、次の、BMTH のアルバムとかで、やりそうだった路線を先にやっちゃったみたいな感じもちょっと感じるかなと思って、結構僕らの意見じゃないですけど、ブリングミザホライズン的だっていう意見ありましたね。うん、まあ、次にやりそうだなって思ってたところですね、うん、本当に。でも本当に美味しいとこ取りだなって思ってます、このアルバム。はい、で、クロちゃんが90点です。こういうのでいいんだよ感が詰め込まれた作品だと思います。0年代から2010年代の良さが集約されたアルバムだと思ってます。ノスタルジックな部分はありつつも、さっきもカラパ言ってましたが、ありそうでなかったラインのサウンドだと思います。まあ、ラップとポストハードコアって組み合わせが結構新しいかなとも思いますよね。そうっすね。まあ、エモの定義が変わってきて久しい世の中なんですけど、エモが何たるかを再確認させてくれるアーティストだと思います。ただ、正直ここまでバンドサウンドになるとは思ってなかったですね。うん、今までのトラウマファクトリーとかはもっとやっぱトラック系の音楽ではあると思うんで、うん、あの頃感あの頃感言ってますが、単なる夏メロメドレーみたいなアルバムでもないです、うん、しっかりそのニュージャンルとしての新しさがある作品だと思います。そしてね、アホみたいに音いいんですよね、うん、というか僕自身の好みのサウンドプロダクションです。中音低音が引き締まったヘビーさで、ドラムが分厚くて上物がキラキラしてる。もうおじさんね、こういうの好きなんですよね。なんか電子音的なミックスとバンド的なミックスが超いい感じに合わさってるよね、うん、うん、マジで音いいと思います、うん、ただ一点ちょっと苦言を呈すと、良くも悪くも洋楽メロディーだなと思っていて、別に洋楽も邦楽もボーダーないし分けて聞いてはいないんですけど、普段からいわゆる洋楽に慣れ親しんでいない人にはあまり刺さらなそうなメロディーではあるかなと思ってます、うん、まあ、これは好みの聞き手の好みの問題でもあると思うんですけど、なんというかね、耳に引っかからず通り過ぎていってしまうメロディーではあるかなと思いますね、うん、まあ、そういう意味で国内でバズらなそうだなと思います。これも別にバズろうがバズらなかろうが勝手に押すし勝手にめでるんですけど、うん、少しでも皆さんに届けばいいなと思います。この後聞いてね。これからもディープでコアな音楽情報を発信していきますので、チャンネル登録を済みでない方はチャンネル登録よろしくお願いします。この動画が面白かった方はグッドボタンもよろしくお願いします。そして僕の経営しているパーリテンもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。せーの、グッバーイ。